しもあの戦争がなかったら、みんなこれほどに重い使命を背負うこともなかったのね。教会のステンドグラスから降り注ぐ光を仰ぎ見て、一つ一つその色を数えていた。あの頃が一番幸せだったわ。闇の勢力は、私めが富や地位などというものを求めてここへ来たとでも思っているのでしょう。私めの求めるものはただ一つ、死という究極の芸術のみでございます。夜の帳が降りてしまえば、町の下水道にこだませる悲痛な叫びや嘆願の声を、そこに身を置く私たちの他に一体誰が聞いてやれるというのでしょう。Thank you.
闇の勢力は私めが富や地位などというものを求めてここへ来たとでも思っているのでしょう。私めの求めるものはただ一つ、死という究極の芸術のみでございます。今日だ、絶えず夜の帳に降りてしまえば町の下水道にこだまする悲痛な叫びや嘆願の声を、そこに身を置く私たちの他に一体誰が聞いてやる。おお、なんと美しい。まさに感動的な死のコンチェル。おお、なんと美しい。おお、なんと美しい。夜の帳に降りてしまえば町の下水道にこだまする悲痛な叫びや嘆願の声を、そこに身を置く私たちの他に一体誰が聞いてやれるというのでしょう。